言ったしょ、買わなきゃ損損。はい、皆様お疲れ様でございます。ついそんです。先週はですね、大変申し訳ございませんでした。音声の方ね、しっかり今回は、リハーサルチェックしまして、問題ないかと。まあでもちょっとね、不安になりながらも今撮影しておりますが、一回止める、一回ちょっと止めてチェックする。大丈夫です、ちゃんと音入ってます。はい、ということで本日もですね、新企画第2弾ということで、今回のね、対象のスニーカーはもう皆さんご存知かと思いますが、はい、こちらでございます。じゃじゃんと、ちょっと近くでお見せしましょう。クリスポールナイキアジョーダン1ロー王子ライトクリーム&セイルでございます。これね、めちゃめちゃ数が少ないと言われてる。はい、で、もうサムネではきっと全て開封したものが載せられてるかと思いますので、今これからね、開封していくわけなんですけども、実質ですね、私、スミダンさんの方でプレネでね、追加で7足、本当は9足買ってるんですよ。でも2足がね、出品者キャンセルということで、送ってきませんでした。はい。で、そのうちの7足中5足が現状届いていて、もう2足がですね、まだ出品者の方からスニダン側に送っていて、鑑定が終わっていない状況。なので手元に届いていないと。ただ、一番もう届いたやつ、古いやつで、もうお届け完了のあれが来ちゃったんで、1週間以内にね、チェックしないと、万が一何かあった時に返品がね、対応が効かなくなってしまうというところで、検品チェックもしないといけないと。本当はもう7足全部来た時点で開封動画を上げたかったんですが、一番最初に届いたやつがもうかれこれ立ってるので、その兼ね合いでまあまあもう撮影しようというようなことで撮影を現在しているということでございます。はい。で、まあこの企画自体はね、シャープ1か見ていただいた方はわかるかと思いますけども、このスニーカー買うなら今でしょ企画。はい。で、私が海外相場、国内相場を比較しながら、このスニーカー、ポテンシャルあるよね。もっと上がるよね。だからみんな今買った方がいいよっていうお話をしておきながら、実際辻村買ってるのっていうところの証拠動画、買ってますよっていうことも含めての動画企画となっております。ということで、実際に私も皆さんに紹介をしております。さらには、自分自身でも買ってますよということで、よいしょ。はい、これは本日5足、開封しますが、ちょっとね、今回、はい、ストック X とスニダンの赤い字がですね、取引貯金実績ですね。それから横に出品金額、それとオファー金額、まあ比較したものがございます。そして国外ギャップということで、26センチから 29.5 センチまで、はい、乗っけておりますが、まずですね、これ見ていただきたいのは、国外ギャップですね。26センチ 26.5 に関しては日本国内の方が相場が高いです。で、この相場が高ければ高いほど、大陸品確率が上がります。要は海外でね、売りさばくよりも海外の流通品を国内、日本国内で、転売した方が高く売れるということですから、だからこの辺に該当するのがね、パロミノとかブラソモとか、あとはセルティクスとか、この辺がまあ該当してくるので、大陸品の確率が非常に高い。まあアママニエもそうですね、海外よりも国内需要の方が高いと。はい。で、逆にですね、これ大きいサイズ見てください。28センチから 29.5 センチに関しては海外の方が、5000円から1万円ほど高く売れておりますので、今日本国内で出品されているものはほぼ 100%、まあ、ほぼ 100% という言い方ですけども、日本国内流通品黒タグ付きで間違いないだろうということで、この辺のね、ギャップの部分で言うと、私ちょっと調査をしたくなってしまったんですよ。いつもね、私 26.5 枚サイ、しか基本的には購入しない。あとはハーフサイズ上げで27センチウィメンズだったり、まあメンズも27履いてるので、27をね、許容範囲、まあ 7.5 まで買うことあるかな。うちの弟が 27.5 なので、ちょっと兄貴あれ欲しいってなった時に、まあちょっとね、すぐ、手放せるとかプレゼントしたりできるかなっていうところで、たまにこう 27.5 も買うんですけど、28から8.5、9、9.5 っていうのは私買ったことがないんですよ。そりゃそうですよね。履くことがないので。ただまあ今後ちょっと展望としてね、スニーカーショップだったり、私、ツニソンから購入したいっていう人もね、中にはいらっしゃるという部分と、このギャップがあればあるだけ、まあ国内黒タグ確率が高くて、実際どうなんだろうっていうところの調査。私、スニーカー調査マニア、検証企画マニアなので、検証してみたいなというところと、皆さん見てください。
海外に上がってるんですよ。で、出品金額も結構上がってます。で、数が少ないので、これね、本当に、パパパッと売れてしまうと、今年の年末ぐらいには2桁、10万、本当にいっちゃう可能性はあります。まあ、スリナンでもね、29.5、10万円で出品してますけど、これ1人しか出品してないが、ゆえにこういう金額つけられるんですよ。まあ、もちろんこれは売れてるわけではないですから、妥当な金額、今現状の相場の妥当な金額とは言えないんですけども、ただ、あながち間違いではなくて、そんだけ出してでも、やっぱ買えないとなると、やっぱお金持ってる人は買っちゃうんですよ。そしたら相場がバンと上がりますからね。基本的にはこの直近実績っていうのが妥当相場として、まあ見ていかないといけないんですけど、そこに、出品金額だったりオファー金額のギャップ、この辺を鑑みて、今後このスニーカーはどう相場、値動きしていくのかっていうのを予想するのが私、スニーカー相場師、辻村でございます。これは上がるぞと。ましてや海外のね、需要、海外の相場に国内相場っていうのは引っ張られる傾向にあるっていうのを私何回も言ってると思いますけども、確実に海外の方がね、これ上がってるので、これ、日本国内、もう5万円前半では買えねえぞということで、はい、私、ちょっと前置き長くなりましたが、今回ね、これね、私ちなみに27センチ、2足とも27センチなんですよ。ちょっと前材買っときたいなってことで、26.5、2足、27.5、1足、それと28.5、1足、そして、29センチ1足ということで、私の前菜以外のものもちょっと今回購入しました。で、まだ届いてないもので27センチ追加で2足買っているというところで、はい、これから黒タグ確率調査もやっていきながら検品も踏まえてね、これはちょっとさすがに1足1足、証拠動画撮っていきたいので、開封していきたいと思います。はい、それではね、まず前菜 26.5 からね、開封していきましょう。完全未開封でございます。おっと、いきなりちょい、わあ、これ結構ダメージボックスじゃないです？でね、私買ってると思うんですけど、ああ、まあ破れてはいないですね。破れてはいないけど、こんな感じでのり付けがされてない状態ですね。ただここがすげえ破れてる。これは鑑定基準ない？ちょっと怪しいところですけど、まあ一旦ちょっとね、中見ていきましょう。まあ国内流通品でしょう。はい、国内流通品でしたね。はい、あとね、ちょっとスニーカーの状態もまあチェックしながらも、まあこれからどんどん開けていきたいと思います。はい、またね、続きまして2足目開封ですね。 26.5、 はい、今回 26.5 毎回これラストですから、ダメージボックスだけは本当ね、避けたいですね。頼む。うわ、怖っ。これまたなかなかないよ。逆に入ってる、まあ、詰めた時に逆に詰めたのか、これ。なかなかですな。よいしょ。怖っ。あ、大丈夫ですね。大丈夫ですね。はい、綺麗です。はい、国内流通品でございますと。やっぱね、国内流通品確率高いですね、このモデルは。よしよしよし。はい、続きまして27.5 ですね。ここのね、 27.5 までは私過去何回も買ったことはあるので、まあ見慣れたサイズといえばね、見慣れたサイズでございますよ。どうでしょう。うん、これね、サイズ感やっぱ 7.5 から大きくなりますね。27までは同じですけど、さあどうなってるでしょう。まあボックスも非常に綺麗で、まあ日本国内流通品なので、はいね、状態はまあ問題ないでしょうと。さっきのやつはね、本当に多分ちょっとした事故でしょうね。ボックス持ち上げた時にまあ落としたというか、こう裂けちゃった感じかなと。いや、めちゃめちゃいいっすよ。はいはい、こっからね、未知の領域でございます。 28.5 ですね。スニアカ男子のね、原口さん、私と同年代でございますが、原口さんの毎歳ですよね、28.5。さあ、
まあ、これも間違いなく国内流通品でしょう。でかくつ、はい、でかい。26.5 と比べると、まあそりゃそうですけど、やっぱでかいね。 28.5、 はあ、すごっ。そうそう、今回のねボックスは豚ダブルスタンプですね。基本全部そうです。このナイキスーシュスタンプと刻印ダブルでね入っております。本当に数少ないモデルでしかこのダブルスタンプっていうのはね来ないですね。まあ相当数がやっぱ少なかったからかなっていうふうに思いますけども、はいはい。それではねラスト29センチでございます。人生初29センチ、これこそ人生初と。まあさっきの 28.5 も人生初なんですけど、まあ一番最大サイズという部分で言うとね29センチ、私こんなセンチを買うとは思っても見なかったっすね。まあこれスニーカー YouTuber をやってるからこそのまあ縁というかね、はいはい。もう29センチになってくるとあれですね、スニダン側からもあの紙の包装紙、これ入ってこないっすね。でかいんだわ。おう、 US11 まあ国内流通品だとね思いますので、まあ、ボックスも非常に、はい、綺麗な状態でございます。はい、やっぱねダブルスタンプですよね。まあ間違いなく国内流通品でしょう。はい、もう見えてます、黒タグが。はい、でかっ。ちょっとツバが出てしまう。でかっ、えぐっ。まあちょっとせっかくなんで個体差もねこれからやっていきたいと思います。はい、個体差調査終わりました。まあ、全く問題なく、個体差もねないですね。そこまで大きい目立った個体差というのはね、でしっかりとすべてね、国内流通品が届きましたということで、エンディングトークいきましょう。辻村チャンネル。いやー、めちゃめちゃ圧巻じゃないですかこの景色。いや、なんかシカゴの時バリぐらいに気持ちがいい、景色でございますが、はい。まあ本日ね5足開封しまして、すべて黒タグ付きということで、今現状私の手元にあるもの7足はすべて黒タグ付き国内流通品でございます。はい、まあ検証としてはですね、あの海外の方が高くて国内の方がまあ安い状態、5000円から1万円のギャップがあるものというところで大きいサイズ狙いましたけども、これねそもそも論このねクリスポールのジョーダン1に関しましては国内も数少ないし海外も数少ないわけですよ。で、この海外というのも、もちろん US 圏であったり、ヨーロッパ圏、アジア、中国だったり、韓国、こういった各、それぞれの市場で数が少ないので、自分のところで十分高値で売れる、転売ができてしまう。わざわざ日本のプラットフォームに、流して送料をかけて売る必要がないと。いうことで、まだ大陸品は入ってきていないと。まあ、おそらくね、これ中国市場でも、この数であれば、相当少ない、うん、わざわざね日本国内で、まあ、しかも日本国内よりもおそらく海外プラットフォームの方が高いですから、大陸品がね混ざるとしてもストック X かなっていう感じはしますね。スニダンの方にはこのモデルに関しては来ない。まあ今現状ね結論から言えるのは、まあ、出品数ねこれ見ていただいたら分かると思いますけども、もう一桁台のねサイズばっかりですよ。これ全部国内流通品なので、まあ下手にね買い占める、まあ私もこれ買い占めって言われたら買い占めに近いかもしれないですけど、これあくまでも検証の部分、それとスニーカー投資っていう部分も踏まえてね、これ絶対買った方がいいぞと。今5万円台で買えるのはこれ1年後2年後そんな金額で買えてたんだって思えるようなね、日がねきっと来るような予感、それがまあ予感をちゃんと察知して行動に移すのがこれスニーカー相場師、スニーカー投資のね、まあ勝ちの鉄則でございます。まあもちろん負けたものもたくさんありますけども。はい。なので、まあ今回初めてね、28.5、29センチも買いましたけども、めちゃくちゃでかい。でも、やっぱりクオリティはまあもちろんそうですけど、どのサイズでも非常に高いクオリティになっております。はい。で、おさらいでございますが、海外相場の方がですね、まあ5000円から1万円ほど、ね、高いサイズが、多々あります。
まあ、26、26.5 に関しては、まあ、日本国内の方がね、高いですけども、あの、ストック X のね、出品金額とかも見たらわかると思いますが、そんな上げ師が上げるような、まあ、その特段ね、こんな金額で誰も買わねえよっていう金額でもないんですよ、まんざら。この6万円台っていうのは。今後、こういった相場にもう慣れてくるはずです。さらには数が少ないということで、簡単に、値動きしやすいモデルというところ、希少価値が高いという部分では、今ね、まだ気づいていない人たちもたくさんいらっしゃるかと思うので、本当数少ないね、私の動画をね、見ていただいている、視聴者の方限定ですよ。このクリス・ポールが今やばいぞ、激アツだぞっていうのはね、これを見たらお分かり、ご理解いただけたんじゃないかなと。私、辻さんもね、このように買っておりますんで、皆さんご安心して、今のうちにまだ5万円台ですよね、出品ね。28セントとかだと5万3000。まあ、オファーももう5万1000まで上がってきてるので、オファーとね、出品金額の差がなくなってくると、もう5万3000即買いする人も出てきちゃうんですよ。なので、本当にね、手に入れたいと思ってる人は、もう今のうちにこれ買わないと。絶対もうこの金額では買えないと。私は確信しております。さらには、2023年のベストキックス。私ね、アママニエルのね、エアシップ選びましたが、これはちょっとよくよく考えれば私、ジョーダン1コレクターということで、エアシップはジョーダン1、ジョーダンシリーズでもないわけですよ。なので、これカテゴリーとしては私が選んではいけないベストキックスだったのかなと。まあ、もちろんこれはこれでベストキックスなんですが、ジョーダン1のシリーズ内でのベストキックスとしてはもう、こちらでございます。はい。まあ、訂正ではなくね、追加。はい。ナイキ項目ではエアシップ。私はね。はい。ジョーダンブランドの中ではこちら。クリス・ポールね。これがもうベストキックスと、もう言っても過言ではないと。はい。まあ、これからちょっとここね、横整理して並べたいなと思いますけども。いや、めちゃめちゃいいっすね。はい。まあ、残りの2足もね、待ちながら、今日はちょっと美味しいお酒が飲めるんではないかなと。皆さんもね、クリス・ポール手に入れてみてください。それでは、お疲れ様でございます。